皆さん25周年おめでとうございます。長嶋昭弘です。このストライプのユニフォームに袖を通すと当時がまるで昨日のことのように思い出されます。かっこいいね。25年前はヴィッセル神戸ってスポンサーもついてなかったんですね。そこからのスタートだったんですけども、当初からアシックスさんがサポートしていただき、共に世界を目指すクラブチームということで、当時は本当クラブハウスもなくて練習場も毎日違うところで、前日にならないと場所がわからないっていう環境でしたけれども、みんなが一つになって神戸市民のために頑張ろうという思いが強くて、何も苦ではなかったです。ヴィッセル神戸のサポーターの皆さん、共に力を合わせ、目標である夢である世界一のクラブを目指しましょう。応援してます。背番号13番小川圭次郎です。ヴィッセル神戸は震災の日にスタートしたんですけど、当時まだ小学生だったんですけど、すごいサッカー選手になる夢を持って、この縦縞の白黒のユニフォームにすごい憧れて、中学校1年生で初めて白黒のユニフォームを着て絶対プロになってやるって誓ったことを今思い出すんですけど、またかっこいい自分の憧れたユニフォームに袖を通して皆さんの前で戦えるっていうのはすごく誇りに思いますし、力がみなぎってきます。これからもっともっとタイトルを取らないといけないチームだと思うので、自分のゴールで勝利してより多くのタイトルを取りたいと思います。